はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それでは港のトレイジア、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、石の村の、西の山のさらに先にある森に行きまして、材木をね、取ってきまして、で、石の村でね、イカダを作ってもらいまして、で、サロンの町にね、戻ってきたんですけれども、町の入り口でね、フロイドと同郷の、北の魔法使いたちに出会いまして、まあ、なんとかね、フロイドを倒してほしいというふうに頼まれまして、で、魔法使いのベリーヌがね、仲間になったところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、そのフロイドと領主がいるね、お城の方に行ってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ロイがレベル13で、バネジーがレベル14で、マゼランがレベル17で、ベリーヌがレベル9まで、上がっております。あとは装備品なんですけれども、ベリーヌに、ロングボウ、レザーアーマー、力の杖、シールドで、他の3人にもね、力の杖を、まあ、買って装備してあるという状況になっております。力の杖持ってますよね。まあ、この杖を装備するとね、守備力が上がるので、まあ、一応ね、全員に、まあ、装備してあるという状況になっております。ではお城の方に向かいましょう。教会の右の建物からですね、そしてたら、ここから左の、隠し通路からね、お城に行ってみたいと思います。宝箱がありますね。まあ、回収していきましょう。干し肉、ショートソード、メロン、梨宝箱の中に梨が入ってましたね。こっちにも宝箱がありますね。お、戦闘。この敵はちょっと強いタイプかな。ロイは一応こいつを攻撃かな。ベリーヌはちょっと前に出てもらって、魔術師か。こいつが結構強いというか体力が高いんですよね。そしたら2人がかりで攻撃していきましょう。ちょっとロイが食らっちゃってますね。こんな感じかな。1体は倒せたかな。ちょっとロイが活躍してないですね。じゃあこいつを攻撃して、ダメージはこっちを攻撃かな。でマゼランはちょっと移動してもらいます。で、ベリーヌはこっから攻撃。外しましたね。こんな感じでいいか。バネジもちょっと食らっちゃってますね。こんな感じでどうでしょう。よし、ロイがちょっと危なっかしいかな。
とにかくロイがね倒れちゃうと、まあ、その時点でゲームオーバーになっちゃうので、ちょっとロイだと厳しいかな。あ、マゼランが動いてない。34、まあでも大丈夫かな。頑張れ。よし、結構危ないですね。あ、ベリームがレベルアップ。ちょっとロイは回復しておきますか。うん、まあ星に行くかな。これで53、もう一個ぐらい使っときますか。水晶、さっきの魔術師が出たら逃げた方がいいかな。あ、ここから下に行く感じですが、結構ね宝箱がいっぱいあるので、まあ、回収していこうかなと思うんですけれど、地下はここは何にもないのかな。で、また戦闘。こんな感じで動きますか。この組み合わせのあのフードをかぶった敵はそんなに強くはないと思うんですけれど、この衛兵はマゼランとバネジーでも倒せないか。魔法使い、魔法使いならば一撃ですね。こっからは攻撃は無理か。まあ、あとは防御でいいでしょう。ふう、あれでも地下は何もないですね。そしたら、まあ、上の方に上がっていくんですが、この宝箱は全部空で、こっちかな。出口はここですね。ここは何もない。ここも何もない。上に行ける階段がありましたけれども、戦闘、まあ、ガーッと前線に出ちゃっても大丈夫か。多分ダメージは受けないですよね。いや、ベリーヌはここに移動かな。こいつを攻撃。ベリーヌもねロングボウ持ってるんで、結構ねダメージが与えられますからね。82、ロイより強いんじゃないかという話ですね。あとはまあ防御でいいでしょう。上に行けちゃう。下に、ん？これは上に上がるのかな。いや、ここは多分意味はないですね。意味はないというか、ちょっとぐるっと回ってみたいんですが、ここは行き止まりか。ここもただの部屋で、また戦闘。まあ動かし方は大体一緒ですね。
でガーッと攻めてきます。頑張れ。うん、全員ノーダメですね。まあこのターンで多分倒してくれるでしょう。一番最初に戦った魔術師が結構強いんですけどね。で、ベリーヌがまたレベルが上がったのかな。あれ、引っかかってますね。何にもないところでも引っかかる。あ、何にもないか。お、宝箱がありますが、あ、そっか、これで宝箱を取りに行きますか。この衛兵4体。こんな感じかな。これだとでも先制食らっちゃうのか。こうかな。いや、この衛兵が一歩左にずれそうだな。うん、やっぱり。これで倒してくれるかな。あとは防御。まあ一応ベリーヌは弓を打ちましょう。よし。お、ロイがレベルアップ。あ、マゼランもレベルアップですね。そしたらこっちの宝箱を取っちゃいましょう。グレートソード、これはかなり強いですね。まあ一応ロイに装備させましょうか。そしたらさっき見えた宝箱はぐるっと回って取る感じかな。またこの兵ですね。あ、そうか、ここまで出ちゃうとダメージというか先制食らっちゃうから、こんな感じにしときますか。で、この辺かな。あ、でもこれだもん。あれか、ダメージ食らっちゃうのか。ベリーヌはちょっと引いてもらいましょう。ガンガンなんかずれてますね。なんかこう思った通りの戦闘ができませんでしたね。ロイ動けないのか。こんな感じでどうでしょう。ロイ、まあ動かなくてもいいか。バネージも動かない。で、マゼランだけ攻撃。よし。お、バネージもレベルが上がりましたね。こっちから取るのかな。ロングボウ、まあ今更いらないか。そしたらまた上の階段を目指しましょうと思ったら戦闘。あ、これ魔術師かな。まあ、一応この辺に移動しますか。結構ガーッと攻めてきますね。届くかな。あ、魔法使いか。
あ魔法使いといっても多分魔法は打ってこないでしょう。あ、違う違う、バネジーは攻撃、まあ、一応マゼランも攻撃、まあどっちかでいけるでしょう。こっちの階段かな。狭い部屋ですね。お、宝箱がいくつか見えますが、ウォーハンマーはバネジーは持ってますよね。ここは行き止まり。ここも何もないかな。で、またこの衛兵ですね。これでまあ近寄ってきます。ベリーヌはまあここで待機かな。あれでも一撃で倒せないですね。頑張れ。あとは普通に攻撃して、まあ、全員防御でいいでしょう。よし。お、ここにも宝箱がありますね。力の杖か。力の杖ってもう一個装備できるのかな。これで2本装備してますよね。まあ、これで多分だいぶロイの防御力が上がってるでしょう。あれ、一番最初に見えた宝箱は普通に横から取ればよかったのかな。この組み合わせはただの魔法使いですよね。これでさーっと攻めてきます。まあ一応ロイの護衛というかロイと一緒に行動しますか。あ、でも一撃か。バネジーだけ攻撃。よし。お、ベリーヌがまたレベルが上がりましたね。あれ？ん？あったあった。あ、チェインメールか。まあ今更いらないですね。そしたら階段登っちゃいましょう。と思ったら戦闘。まあダメージ食らわないのであればガーッと攻めちゃってもいいか。ベリーヌはここかな。で、多分右端の魔法使いがロイの右隣に来ると思うんですが、あ、来た来た。このターンでいけるかな。うん、いいですね。じゃあ階段登りましょう。左に宝箱が見えましたが、こっちから普通に取れますね。ルビーとレザーシールド。レザーシールドはまあいらないか。いらないというか、今装備してるシールドの方が防御は上かな。結構このお城の中は戦闘が多いですね。これは魔術師かな。
いや、こんな感じかな。ここだと届かない。あ、魔術師ですよね。ちょっとロイ危ないかな。ここでいっか。よし。こっちを攻撃。こんな感じかな。バネジーは、いや、バネジーが動いて、で、マゼランが、あ、そっか、でもマゼランの方が早く動いちゃうのか。あ、そうでもないですね。バネジー攻撃、マゼランも攻撃、デリーヌも攻撃。あとは各自魔術師を殴ってください。よし、うん、あ、ロイがまたレベルが上がって、さらにマゼランも上がりましたね。こっちに向かってたんでしたっけレザーシールド、ここには何もなし。あ、こっから上に行けちゃうのか。結構戦闘多いですね。まあダメージを受けなければ全く問題なし。ベリーヌはここで待機かな。で、攻撃をし始めます。うん、いいですね。あとは全員防御で大丈夫でしょう。よし、結構戻るの大変ですね。あれ？あ、でも、あれ？戻る必要はなかったのか失礼しました。じゃあサート戦闘終わらせましょう。といっても結構このゲームは戦闘が長いです。一撃では無理か。魔法使いは OK。 ここだと届かないんですよね。まあちょっと動きますか。そしたら戻りまして、これちょっと回復しときますか。バネジーも一応ダレットを使っていきましょう。魔法ダレットマゼラン、ベリーヌはまあ自分で回復かな。
そうそう、あとちょっとね魔法も買い足して、ダレクスとダキレスタですね、まあ、回復の魔法だけ一応ね買ってあるという感じですね。こっからは自動で動いちゃうんですけれど、いましたね、とうとう来たか。しかしお前たち、私たちを倒せると思っているのか。仮に私たちを倒したとしても、町人殺しの汚名は消えぬぞ。くだらない戦いなどやめ、私たちの配下に加わらぬか。俺たちを利用してサロンの町の完全支配とは考えたな。だが俺たちを甘く見すぎてたな。行くぞ、覚悟しろ。問答無用で戦闘ですね。どういう風に動くのかがちょっとわからないので、ちょっとじわじわと前線を上げていきますか。ロイはまあフロイドを攻撃で、バネジーとマゼランで領主かな。でベリーヌはこっからチクチクと弓を打っていきますか。問題はダメージ、あ、受けないかな。こうなってしまえば多分楽勝でしょう。バネジーは領主、マゼランも領主、ベリーヌはフロイド。あ、いいですね。ロイはフロイド、バネジー、まあ一応移動していきますか。マゼランもちょっと移動しますか。まだ倒せませんね。あれ、なんか動き方が変だぞ。バネジーはここに移動してほしいんですよね。あ、フロイド倒しましたね。で、ベリーヌがレベルアップ。私はこんなところでは死なぬ。いつか自分たちの愚かさに気づく時が来るだろう。フロイドどっか行っちゃいましたね。これで何か話変わるのかな。領主はこの町は我が物にしようとして俺たちをはめた。しかしその領主もフロイドに操られていたのか。北から来たフロイドに、ということで、まあ一応領主はね倒せましたね。じゃあこっから出ましょう。あれ、これもしかして帰りは敵は出ないのかな。なんかそんな感じですね。そしたら帰り道にアイテムを漁った方が早かったですね。ここまでエンカウントしてないですよね。帰りの階段はどこだ？まあ、どっからでも帰れると思うんですけれど、こっちか。そっか、アイテムあさりは領主を倒してからの方が良かったですね。まあしょうがない。では町に戻りましょう。といってもね、まあ町の人たちは全員寝ちゃってるんで、まあ、特に話すこともないんですけれど、
まあ一応回復だけしていきますかね。病院、あ、病院ちょっと高くつくかな。まあいっか。176ゴールド高いですね。まあしょうがない。そしたら町の外に行きましょう。あ、そうだ、一応おじいちゃんにだけ挨拶していきますかね。あれ、いない。あ、そっか、町外れにいるのかな。多分町の人たちは全員眠らされてるはずなので、この辺の人はいないか。ここら辺にいた人は、あ、変わんないかな。やっぱり変わんないですね。じゃあ町外れに行きましょう。ここからはいけないか微妙になんかね、引っかかったりもするんですよね。おじいちゃんいますね。ありがとう。町の人たちはまだ君たちのことを憎んでいるが、おいおい分かってくれるだろう。うん、だといいですね。君たちがいなければこの町は救われなかった。本当にありがとう。いえいえ。町の人々は君たちのことを裏切り者という。しかし私は町の人に真実を伝えよう。お願いします。あんたたちなら絶対やってくれると思ってたよ。また寄ってくれよな。どうしましょうかね濡れ衣が晴れたらね、まあ寄ってもいいですけどね。あ、ここでも話は変わりませんね。ここからまた自動で動くんですけれど、フロイドのやつは逃しちまったが、領主は倒したからな。まあ痛み分けってところか。ところであんたらこれからどうする気だい。私あなた方と一緒に行くわ。フロイドを倒してないものね。そうですね。フロイドを倒さない限り父さんや母さんの復讐を遂げたことにはならないものね。なるほど、復讐が目的みたいですね。バネジー、私も行くわ。私もってお前、もしかしてということでバネジーの正体は女性でしたね。しかもかなり美人そうよ、わからなかった。わかるもんか。会った時から兜をつけてたし、あなたのような子供はね、まだまだ大人が面倒見なくちゃダメなのよ坊や。ずいぶん年上区長というか、お姉さん区長というかね、そんな感じですね。ははは、そりゃそうだ、俺たちがついてなきゃな。だけどなんで仮面までかぶって男のふりをしていたんだ。私はね、女であることをやめていたのよ。小さい頃に母と父をいっぺんに亡くし、それ以来一人で世界を旅歩き生きてきたの。あ、そうですか。苦労してますね。女であるために苦しかったことや死にたくなったことも数えきれないほどあったわ。だけどそれが逆に力になったのね。なるほど。男になんか負けたくないっていうのが、いつの日からか私に仮面をつけさせるようになったんだわ。マネージー、あんたはそこらの男なんかよりずっとかっこいいよ。そうですね、強いですからね、何よりね。それに仮面なんかつけてたらせっかくの美人が台無しだぜバカなこと言ってんじゃないわよ、まったくまんざらでもなさそうですね。さて行こうぜ。4人揃ったところで新しい冒険の始まりだ。あ、結局また仮面かぶっちゃいましたね セーブはとりあえずしません。第2章、千年王国編の始まりですね。
看板がありますね、ここより西、ジプシーの村ということで、ジプシーの村に行きましょう。道のことなら俺様に任せな。南にジプシー、東にリュード、西にアイユーブ、北にセルビだ。ちょっと覚えにくいですね。このテントはお店ですね。おじいちゃんがいますね。この章にはアイユーブとリュードという2つの大国がある。しかしもうそれも終わるだろう。2つの国は互い憎しみ合い、今にも戦争を起こしそうな感じだ。戦争は何もかもを滅ぼす。私の村もこの砂漠の地も、まもなくここは死の世界になるだろう。赤い砂漠に覆われた世界に。お前たち、アイユーブとリュードの国に行き、戦争を食い止めてもらえんか。ずいぶん大それたことお願いしますね。空気がピリピリいってやがる。先が砂塵に運ばれてくるみたいだ。なるほど、いいこと言いますね。この人は、北の山奥にはめっぽう強い剣士が住んでいるっていう話だ。弟子にしてもらえれば強くなれるかもよ。なるほど。戦争は嫌だな。誰か2つの国の間に立ってくれないかな。まあ、ロイたちが頑張るしかないのかな。こっちがお店かな。雑貨屋さん。回復アイテムしか売ってません。とりあえずセーブは後にして、わっ、もう38分ですね。ここは、武器屋さん。ようやく新しい武器が買えそうですね。まあ、買い物関係は実況外でやりましょう。魔法省、微妙。そしたら今回は、このジプシーの村でね、セーブをして終了したいと思います。セーブは実況外でやりましょう。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。